やっぱ泳ぐんか。何を引き上げたと思う？古いお鍋よ。やつの女が靴の代わりに履くんだろ。おまるに使えるからな。靴を探してって言ったのよ。裸足じゃ踊れないでしょ。結婚式なんだからちゃんとした靴を履かなきゃ。一生懸命探したよ。でもなかった。泥に飲み込まれたんだろう。ちゃんと泥の中も探して。つまらない遊び。靴を探す遊び。何をしてるんだ。履物探しという遊びを知らない。上流階級の娯楽とは違うようだ。女の子が靴を水に投げて恋人が飛び込んでそれを探すの。実際にあったのかな。変異したらラバみたいに子供ができねえらしいが、ロバの耳も生えてくるらしい。パンツの中は馬並みか。ロバの耳な。何かもらえる。見つけたらどうなる。あなたの彼女が喜ぶわ。勇敢で優しいいい男と付き合ってるってことになるからね。それだけ。キスの一つもなしか。それは女性次第よ。その子がキスしたくなったらする。でも決まりではないの。よし、やってみるか。俺は楽勝だね。あらまあ、いい体だろう。これだけじゃないぞ。あらまあって、下も脱ぐ。シャニー、君の靴を探すとしよう。君のためならどんな深みにも潜ってみせる。靴投げるんだ。お、いろいろとやるね。見てろよ、シャーニー。目が釘付けよ。潜るのが簡単だと思ってるみたいじゃない。口は達者だけど、泳ぎの口は達者かどうか見物。さあ、どこだ。あったあった、靴あった。なんか他にもあるじゃん。いっぱいあるね、靴。取っていこう。これでいいかな。よし、取ったぞ。なんて汚い池なんだ。どっぷり使っちまった。どんな泥もあなたから私の靴を隠せないのね。おまけに他の靴も見つけるなんて。中途半端にやるよりはやりすぎた方がいいのさ。たとえ何も得られなくてもな。いい考え方ね。実際の経験から学んだことだ。例えばこの靴のどれかを持ち主に返すとする。その女性はスカートを託し上げて、そういうことさ。優しいのね。それに賢い。気づくのが遅いな。キスにふさわしい性格と。他の持ち主なら一人ぐらいしてくれるかも。いや、気持ち焼くなよ、シャーニー。冗談だ。君以外には少しも興味ない。なくしたのはこの靴かな、シンデレラ。私の靴？足を伸ばして貫いて元に履かせてあげよう。ありがとう。いいね。人を泳ぎするのは最高だ。さて、次はもっと激しい別の遊びをするとしよう。犬は鎖を引きちぎったのか。飢えていたのか。それとも炎ぐらい男がよっぽどひどく怒らせたかな。犬を追いかけるの？結婚式に来てそんなことすると思わなかった。私はここで待ってるわ。いや、犬を追いかけるの。いや、追いかけないわ。結婚式に来てそんなことすると思わなかっ
さすがに。私はここで待ってるよ。そのしかめ面は何？調査は順調？今のところ大した収穫はない。一緒に飲みましょう。レディーを拒んだりはしない。さあ飲もう。当然君の麗しさにも。健康と幸せ、白老さんが幸運に恵まれますように。何何、あらゆる花の中で、あなたこそが最も愛らしい。誰かと人違いをなさったようね。とんでもない。女性と桃は綿毛があって完熟の状態が好きだ。もう結構。あなたは酔ってムラムラしてる。そんなことがない組み合わせよ。よし、犬探しまうか。結婚式に。私はここで待ってるわ。確かに犬の足跡だが、この犬は小さいな。犬小屋の大きさからして、デーモンはかなりでかい犬のはずだ。クマか。犬死んでない？誰もいないのかよ。え？人がいる。おいた。例の男と犬だ。おいおい、あのヘナチョコ野郎、あんな子犬から逃げて木を登ったのか？かわいいや。そのようだ。おい、降りてこい。やだね、絶対嫌だ。命が惜しいからな。どうするや。落ち着かせるか。お座り。すげえ。そんな力があったらクソ野郎どもにやられずに済んだのに。なんか芸をやらせろよ。横にゴロンさせたりとかさ。ダメだ。本当に退屈なやつだな。いいよ、自分でやる。やるんかい。ゴロンだ。自分の尻尾を食えと命令したらその通りにするのか。デーモン、家に帰れ。おい、何するんだよ。楽しみが台無しだ。鹿がおるや。楽しむのは式でやれ。降りてこい。見ての通り人食い中はもういない。戻ってこないか。来ない。石橋は叩いて渡る主義だ。よっぽど怖いんだな。ゲラルト、この道化師はベロベロだぞ。本業の勘が鈍ってないといいが。命を救ってやったんだ。少し分けてくれてもいいんじゃないか。もちろん。さあ飲んでくれ。お酒よこせ。めちゃめちゃ飲むやん、いきなり。上等の蜂蜜酒だ。これでお前が一人になりたかった理由が分かったぞ。なあ、いい酒だろ。でも死ぬほど追いかけ回されて、あの煙くじゃらの化け物め、ぴったりの名前をつけたものじゃん。その耳最高だな。つけてみたい。でも帽子がつけてみたいなりそうだな。いつも通り芸をやるのは諦めた方がいい。じゃあどんな風にやりゃ。気になれ。泥酔してて芸どころかまっすぐ立つことすらできない。そりゃ完全に的外れだ。俺は低い芸人で竹馬乗りじゃない。まっすぐ立つ必要なんてないのさ。低い芸だがどうやってやるんだ。お、ゲラルトがやる。一生聞く機会がなさそうだから聞くが、火を飲む芸というのはどうやってやるんだ。ねえ、秘密を喋ったらギルドから追放される。弟子になりたいなら別だけどな。半年もあれば覚えられる。半年も時間はないんだ。いいだろう、酒を飲み交わした。いわば義理の兄弟じゃないか。ふざけるな、兄弟でも何でもないに。そんな口を聞いていいのか。
よし、教えないならここに置いて帰ってやる。通りがかったイノシシやクマや血に植えた小鹿の胃袋に収まりゃいい。さあ、よく考えて答えるんだ。これは脅迫だ。技を盗むつもりなんだろ。言うんだ。その特殊な液体を飲むんだ。そうしておけば火を飲んでも火を吹いてもどこも火傷しなくて済む。それだけか。保護する液体があるなら喉をちょっと痛めるだけで誰でも火を吐けるだろう。もうたくさんだ。犬をけしかけられ、蜂蜜をかすめ取られ、侮辱まで受けるとはもう我慢できん。さよならだ。別に怒らせるつもりじゃなかった。なんとかしてくれ。特殊な液体飲めばいいんだね。今からお前は森の中で見たこと、言ったこと、聞いたことをす脳天を一発叩いてやる。この腰抜けのイカサマシにはそれで十分だろう。必要ない。記憶の操作までできる。客たちに技術を見せるんだ。ああ、イカサマって名前のな。はい、言う通りにします。来るのか。わかったよ、行くよ。仕方ない、式場に戻るか。他に面白い余興があるかもしれないし。落ち着け、俺から離れるなよ。一歩も離れるもんか。この森じゃどの木の陰にも恐ろしい獣が潜んでるんだ。低い男の体力がある。クマだ。クマ、あれが。あれがクマならお前の息子はボーテンポールだ。隠れろ、節穴野郎。助けてくれ。イノシシ地味にレベル高えな。ちょっと、えい、野生イノシシ。おう、クマってのはあんたにはイノシシみたいな格好してるのか。目が良くなくてね。それに低い男は自然学者じゃない。だろうな、あんたは。ああ、そういえば聞いてなかったな。名前は何と言うんだ。デビッド・ハッテンボロー。いいか、ハッテンボローの旦那、俺から離れるな。そうすれば何も危険はない。その酒臭い口で火を吐けるように届けてやる。行方不明の火吹き男は無事見つかった。よし、見つけてきたぞ。自分で言うのもなんだが、仕事したろ。じゃあでも、あの犬は戻ってこなかったのか。いいえ、戻ってきたわ。でも様子が変なの。どういうわけか我を失ってる。あれじゃ長くは持たんだろう。ああ、そういうことか。犬ほおずきか何かを口にしちゃったんだろう。さあさあ、皆さんご注目。前代未聞の見せ物をその目に焼き付けてください。誰も見たことがない、世にも奇妙な火を食う男の登場だ。芸を見ようぜ。生きてた時は一度も目にしたことがなかった。こんな雨の日にできるんだ。子供すごい喜んでるね。さあ、食うの？おお。イエーイ。いや、盛り上がったね。これで全部遊んだかな。初めてのウィッチャーの依頼をやり遂げたぞ。低い男を見つけ出し、無事に助け出した。生まれ変わったらウィッチャーになろう。絶対にそうするぞ。生まれ変わったらな。お、タブレットなんて小麦粉や蜂蜜、卵ですぐできるわ。失礼だが、それは違う。最も重要な材料が抜けている。普通に楽しんでんじゃん。
体何のザレ事を聞かせているんだ。静かに聞いてればわかるわ。時間？どういうこと？時間が材料ですって？時間は生地を均一に混ぜ合わせる。時間は外側がカリカリ、中がしっとりとした理想的な食感を作る。詳しいな。それでどれくらい時間がかかるの？それはレシピには書かれていない。自分の感覚を信じるしかないんだ。触り、匂いを嗅ぎ、撫でて、さらにはとにかく時間、時間が鍵なのさ。シャーニー、自己紹介させてくれ。ゴウンター王子。怪しい男だわ。なんて素敵な色が最高に似合ってる。ありがとう。あなたのことは聞いてるけど、料理が得意だなんて初耳よ。ジンジャーブレッドに詳しいのね。何にでも詳しいというだけのことさ。ほう、じゃあ俺については何を知ってる？いつも兄弟の落ちこぼれだったこと、それに物心ついた頃から兄が羨ましかったこと。兄を羨ましいと思ったことなんかない。嘘だ。オルギエルドは光り輝いていた。兄の方が走るのも速く、弓の腕もよく、より力持ちで、先に字が読めるようになったのもオルギエルドだ。成長すると彼は好みの女性を選び放題。一方、君は残り物と付き合うしかなかった。詳しいな。悪いな、シャニー。こんな話、君には聞かせたくなかった。自分をごまかすのはやめろ。シャニは君のためにここにいるんじゃない。ゲラルトのためだ。君は粗悪な偽物だ。ああ、ダンスもオルゲールドの方が上手だったな。嘘つき野郎。兄さんだぞ。好きだったに決まってる。問題は、君が兄を思う気持ちが果たして一方通行だったかどうか。お、俺は死んだことで兄さんにとっての英雄になったんだ。確かに活躍したとは言い切れない。5人に襲いかかられたんだ。あ、本当のこと話す。地下室に隠れたが見つかり、追い詰められたネズミみたい。だがオルギエルドは俺が5人の相手に飛びかかり、一人で全員を倒したとみんなに話してくれた。ほう、なぜそれを知っているんだ？オルギエルドはよく墓参りに来ていた。俺に備える酒を墓にかけ、自分も飲んでは昔話をしていった。俺の姿は見えなくても、すべての言葉を聞いていたんだ。ではいつか彼の口から、いやー、衝撃的な話を聞くことになりそう。何が言いたい？そろそろ失礼しよう。楽しい時間を過ごしてくれ。限られた時間をな。シャニー、悪かった。俺はいいのよ。なんていうか、忘れましょう。楽しむために来たんだから。行きましょう。夜はまだこれからよ。闇があるね。全て嘘だ。真実は全くない。気にしないで。オルギエルドは単なる兄じゃ。何よりも俺にとっての最高の相棒だ。分かった、信じる。さあ楽しみましょう。時間がないわ。さあ、結婚式の最後の集まりがある納屋へ行くと、いっぱい催し物があったんだね。少し外すわ。介添人として帽子の儀式で花嫁のそばにいなくちゃ。どうぞシャミ、一人で大丈夫だ。介添人で。紳士淑女の皆さん、今宵味わった人生の喜びがあまりに強烈だったので、スピーチをすることにしました。ゲラルト、それはまずい。いや、やっちまえ。まったくもっとまずくない。今までずっと庶民のお祭り騒ぎなど真摯にそぐわないと思っていた。
高貴な生まれにもかかわらず歌会と付き合おうなどと思う者がいると思うか。もちろん胸の大きな庶民の娘たちを見るのは好きだったし、今でもそうだ。もっと時間があればここの女性たち全員にそれを証明した。庶民の男どもについては話が別だ。全く気に留めたことがない。有能な馬の世話役を雇ってはいたが、言葉を交わすには値しなかった。そう、たとえ金をもらったとしてもな。人は何らかの主義にのっとって生きねばならない。だが今日、この日が全てを変えた。泥と肥やしにまみれた庶民でも男なのだ。君たちのおかげでそれが分かった。随分偏った考えたちではないが、それはいい。君たちに感謝する。そして伝えよう、君たちは皆愛されていると。もう真夜中よ、帽子の儀式の時間。あとまだ終わってない。未婚者はみんな帽子の儀式に参加するの。君も未婚だろ、シャニ。真夜中の鐘が鳴り、帽子の儀式の時が来た。若い二人の心にどんな思いが躍動するのか、どんな夢が若き血を巡らせるのか、全額を問わず、またその身分の貴賤を問わず、誰しもが踊りに興じる時が来た。みんな夫婦に乾杯しよう。きっと時を問わずに赤ちゃんにも、こんな歌が刻まれて、楽しく乗れればそれだけでいい。花婿は中秋翌年から、花嫁の指令に敷かれないように。花婿は花が幸せにね。本当に自分結婚おめでとう。掴んだ人が次に結婚するでしょう。いいね、なんか平和でいいね。え？何する？そんな血で書くの？よくやるな。なんでこんなことをしたの？ふと思い出したんだよ、兄さんの結婚式でのバカ騒ぎよな。ペンを取らずにいられなかったんだ。手紙を頼めるか？ああ、ありがとう。お前はいいやつだな。クソつまらんがいいやつだ。ウィッチャーってこんなゲームだったっけって思うな。素晴らしい風習だ。頬をあからめた乙女たちがくるくる踊って髪をなびき、衣服は肌だけ、体は上下に揺れて。もういいだろう。見たか、シャニが花飾りを受け止めた。庶民の迷信では彼女が次に結婚するはずだ。かもな。だがどうでもいい、真夜中を過ぎた、墓所に戻る時間だ。ブーケだね。ダメだ、ブーケまだ終わってない。日が変わったわ。その可愛い耳を外せるわよ。もちろんそうしたければだけど。確かに可愛いが、とりあえず外すとしよう。ブロジミールは消えたの？ほらな、俺のことを尋ねてる。もう寂しいんだ。ここだよ、愛するチューリップ。お、外した。踊りながらしたあのキスでクラクラしたよ。凶暴なオス馬の群れでも俺を引き離せないだろう。もう一回してもらうまで。二回でも君がくれるだけ何度でも。楽しんだみたいね。嬉しいわ。キス、やはりこういう終わり方か。始まりに他ならない結末だ。いいえ、ただの終わり。真夜中を過ぎた、時は来たのよ。うん、そんな些細なことは心配するな。
死は俺を取り戻しに来ていない。お祭り騒ぎを続けよう。ゲラルトはどう思うかしら。約束したんでしょ。愛しいシャニー、俺は死人だ。死体に多くを期待してはならん。ブロジミール・フォン・エベル、元いた場所へと戻れ。戻る。ついに終わりか。よせ、頼む、やめろ。され、さもないと俺が連れて行く。すごい能力だな。極楽に思えるようになる。選ぶのはこんな能力だ。彼を苦しめる。死なないとは約束する。何を、どういうこと。ああ、もう消えたね。アスカリオ・ガルニはあまりにひどい仕打ちだな。そうだな、かわいそうだな。必要はなかっただろう。もちろん必要はなかった、だができた。怪我させなかったでしょうね。害虫を始末したまでだ。我慢できないくらい厚かましいやつだったからな。ゲラルトは役目を果たした。だから。分かってる。一仕事を終えたらすぐに次の仕事が待ってるんでしょ。どうかな。今回は違うかもしれないぞ。君たちが見つめ合うのを見た。それにたまたま二人が分かち合う。こいつは何者なんだ。本当に知ってる。どうして。ああ、けなげなシャニー。鳥にどうして飛べるか聞くか。重要なのはブロジミール・フォン・エベレックがもう君を悩ませないこと。どうしような、もう少しここにいるか。もっとここにいたい。だが言い訳はよして、ゲラルト。怒ってないわ。ウィッチャーは仕事に励み道を歩む者よ。私の方はまあ、この結婚式に期待しすぎて勘違いしちゃってたのかもね。それはどういう意味。いや、勘違いって。いい、アルドナを探さなきゃ。何しろ改造人だから。シャニー、やっぱゲラルトのこと好きなのか。ああ、これだ。女を理解し損なった男の顔だ。意味が分かったのか。当然、女は単純だ。問題は男が救いようのないバカだってことだ。やっぱそうなんだ。素振りをするだろう。花でも摘んで飲み物を持っていけ。一瞬で立ち直るさ。助言がなくても俺一人でどうにかする。彼女はお前を愛し、お前は彼女を思っている。考えすぎるな。自然に生まれる気持ちに身を委ねろ。それ以上美しい人間の絆はない。アルドナとジョナスのように恋に溺れて一生破棄できない契約に縛られる。アルドナとジョナス。夜を楽しめ、チャンスをつかめ。結婚か。心のままに。それだけだ。楽しんでこい。こいつ本当何者なの。なんか神様みたいなこと言うやん。ほう、売り物を見つける。ほう、うまい蜂蜜しな。元気があるはずだ。酒は人間の薬というか、こんなことで元気になる。ゲラルトが堅物になってる。持っていく。酒で陽気になるタイプだ。ウエスト更新、真夜中の戦場。おう、よし、シャニー。シャニーどこだ。俺が悪かった。お、シャニー落ち込んでるな。オルギエルドに会うんでしょ。君とは滅多に会えないんだ。オルギエルドは朝まで待てる。蜂蜜を持ってきた。悩める者への特効薬だ。
酒飲もうぜって本当にいいの？ありがとう。結婚式は盛り上がってる。でも君は葬式に出てるみたいだ。何がそんなに悲しい？悲しい？違うわ。花飾りを受け止めた後であることに気づいたの。何？月日はどんどん過ぎるのに、私は勉強や胃の洗浄や手足の縫合しかしてない。全部一人で。ああ、そういうことか。俺がいるだろう。俺がいる。あとどれくらい？1日？2日？誤解しないで、嬉しいのよ。でもあなたは現れては消える。私には毎晩帰宅した時にいてくれる誰かが必要なの。病人や怪我人の手当てをした1日の後に一緒に飲んで笑って、一瞬でも全部忘れさせてくれる誰かが。ああ、そういうことか。確かに毎日そばにいることはできない。だが君に会うといつも嬉しい。俺は君のものだ。いいこと言うじゃん。なら今夜を祝して飲みましょう。今夜が永久に続くように。お、酒でよかったのか。これなら大手が飲みすぎたみたいね。ひどいおじだ。散歩に行く。いいわね。ゲラルト、チャンスやぞ。やっちまえ。トリスと期待以来だな、こういうデート。なかなか良かったよ。悪くはなかった。変人の幽霊と言い争って操り人形にされなければ楽しめたかな。だが認めるのかな。彼のおかげで俺ならしなかったいろいろなことが経験できた。犬を追って森を駆け抜けたり、板切れを持って喧嘩したり。何か忘れてるぞ。キスもあった。踊ったりな。そうね。あれは明らかにブロジミールだったけど、あなたのことを半分忘れてた。確かに彼の意志だが、体は俺だ。全て感じた。めっちゃウサギおるよ。ビジマのこと？ああ、カトリオナの一件は丸ごと忘れてると思ってた。それは背景の出来事だ。一番記憶に残るのは雰囲気や感情、出会った人々や、それから人生で二度目に会った人だ。その通りね。シャニか。私は仕事で忙しかったけど。毎回ウサギ出るね。僕らの生活費は心配いりませんよ。工房ですか？繁盛してますよ。酔っ払いが喋っとるぞ。よかった。それを聞いて安心したよ。うちは家計が苦しくてね。だが女房には言うなよ。バレたらカンカンに怒る。ご心配なく。口は固いんです。我ら男性は団結しなくちゃなりません。他人行儀はよせ。俺のことはお父さん。いや、酒でね、こうやって仲良くなるんだね。ありがとう。お父さん、飲みましょう。なんか昔のこの、ね、いいね、結婚式の。花嫁の父と義理の息子が、うん、酒が入れば結束したりバカみたいに殴り合ったりするものだな。本当だな。酒ってでかいな。結婚できるか心配してたの。貧富の差のせいか。うん。ジョナスの家族はアルドナに資格がないと考えてた。しかし二人は明らかに愛し合ってる。その場合普通は両親が折れる。どうかしら。うちの母は資格のない恋人を認めなかった。その人を愛して選んだと言い張っても。資格のない。得できるだろう。どういう意味？資格のないタイプというと？今のところあらゆるよ。ペテン師と曲芸師とウィッチャーしか家に呼ばないのか？違うわ。でも母は私にお金持ちや育ちのいい人なんかとくっついてほしいのよ。別に構わないだろう。ああ、そうかもね。でもそういう人たちって大抵退屈なのよ。ああ、飾りみたいだね。母にも言ってよ。学院で夫を見つけるべきだったと思ってるの。でも探しもしなかった。はあ、きっと私どこかおかしいんだと思われてる。よせよ、シャニ。
今は13世紀だ。女性が大学へ行くのは夫探しのためじゃない。学ぶため、好きな道に進むためだ。13世紀。そうした、お母さんは評価しているはずだ。学位を取り、自分の仕事を持ち、幾度となく前線に赴いた。君は立派だ、うん、立派だわ。どこもおかしいところはない。本当にそう思う？ああ、すごいよ医者って。いや、ゲラルト本当いいこと言うわ。あの兄弟たちだ。酔っ払って柵から引き剥がした板みたい。妹はどこだろう。飲んでたんかい。この状態じゃ生意気な4歳児からも守れないぞ。彼らが邪魔しなければあなたが彼女と寝ていたはずよ。向こうはその気だったもの。おお、そうなんだ。いや、君の方がいい。俺は抵抗して彼を追い出しただろう。きっとチャンスを利用したと思うけど。そういうチャンスはいらない。方針を変えたの？重要だね、ここ。なっただけだ。もう選んだみたいに聞こえるわ。選んだからだ。誰だと思う？ミラーズ湖。うわ、すごいわ。あのキスのことを考えていた。どのキス？ブロジミールが俺の唇を使って君の唇にしたやつだ。彼がいなかったら違う感じがしただろうか。どうだったかしらね。確かめる方法は一つ。さすがゲラルト。比べてみてどうだった？え、完全に違った。圧倒的に良かった。比べてみてどうだった。圧倒的に良かっただな。一人でキスする方が断然いい、うん、自分の意思でな。誤解なら言ってくれ。ブロジミールはキス以上を求めていたはずだ。事実、堂々とそう言った。でも率直だった。その点は認めるわ。それが有利に働く時もある。そうだな。時間を大いに省ける。それで今日はどうするの、ゲラルト。私と時間を無駄にした？いや、そんなもん決まっとるでしょう。キスでは満足できない。君に約束した。約束は守るつもりだ。素直になるつもりだ。ブロジミール以上に。それは面白そうね。面白いかどうかはやってみないと。お、いろんなカップルが生まれてくんだね。満席ね。そろそろ悪予感がするな。いろんな場所で待ってるって。ゲラルトが見てるで。なぜわかったの？予言者でね。目で合図した。面白いね。満杯じゃない。無駄にするのは惜しいな。その上、ほっといたら酔っ払った人が見つけてさらに問題を起こしちゃうかも。それに私、誓いを立てたの。一つ、良い行いをせよ。その通りだ。医師としての提言は？早く飲まなくちゃ、見つかる前に。めっちゃ飲んだ。ああ、湖に出たんだ。ここだったら見られる心配ないね。月に連れてって。飛ばないと月には行けない。大間違いよ。見て、湖の真ん中にあるじゃない。いやー、いいなー、デート。何してるの？
気でみんなが普通にやることさ。いや綺麗だね月も。おお。池の真ん中で始めてるよ。いやー DLC なだけあるな、ボリューム満点だ。ここまでやるゲームないよね。おお、吐いた。ごめん。どうした？俺にアレルギーでも起こしたの？ちょっと飲みすぎちゃった。ああ、そういうことか。ああ、あれでちゃんぽんは良くないって言ったら吐かなかったんだ。ここで。あ、そういうことか。もう起きたのか。少し前に。おはよう。最後に会ったからあなたには27箇所の新しい傷ができたことを知ってる？27箇所も。うん、時々そうするの。月にはたどり着いたかな。もう忘れたの？いいや、忘れられるわけがない。そうよね。忘れたいような口ぶりだな。違うわ、もちろん忘れないし絶対に後悔しない。でも気持ちを整理したいの、一人で。シャニっていい子だね。シャニ待て、行く前に頼みたいことがある。何？オルギエルドの件だ。謎の多い男のようだ。奴の話が思ったより複雑だという印象が拭えない。奴を調べてくれるか、何か掴めるかもしれない。もちろん。助かるよ、また会おう。うん、ええ、またね、ゲラルト。また会おうぜ、シャニ。いやちょっとシャニいい子やなって思うな。 DLC なかなか濃厚ですね。お、結婚式の衣装が。おお。クエスト完了、真夜中の戦場完了ですね。ミラーズ湖。いやー、なかなかいい場所だったな。